今日はね、友達の息子さん10歳お上から声が聞こえてるぞ下からも声も聞こえてる、10歳の息子さんが来てくれてるって聞いてね、ちょうどこれだったらいいのかなと思って南さん歌いますね。ちょっと待ってね、ちゃんと歌えるかどうかわからないけど、だいたいね、だいたい75歳の夏という歌を歌います。させてもらっていた、はいはい、15の夏には学校のプールで同級生たちと水しぶき上げていた。25歳の夏には酔って騒いで鴨川に飛び込んだ。35歳の夏にはタイの田舎でマンゴーを育てる雨を見てた。それからいくつも季節が巡り、もうすぐ75歳の夏が来る。7月の1日が誕生日です。今もこうしてギターを弾いて歌ってられることが嬉しくてたまらない。でも時には膝が痛いことがあるとぎどぎとても虚しくなることがある。でも遠くから届いたバースデーカードを読みながら心を潤されている。真っ青な空を鳥が行く、ふとガザに思い馳せる。世界はなぜこんなに理不尽なのか、殺戮はどうしたら終わらせられるのか。2杯目のコーヒーを飲みながら、陸前高田でもらったギターを弾く。今年もあの人に会いに行こう。波打ち寄せる街に住む人に、人と比べることがなくなった。たくさんの後悔とますますの満足、見知らぬ土地を旅したいこれからも。もし一つ夢が叶うなら、世界中の命が幸せになる
よく見ずっと今あの頃と同じことを今も願っている75歳の夏に変わらない